どうも、料理研究家リュウジです。料理のお兄さんでした。はい、今回はですね、ちょっとコラボ案件がね、入ってきまして、実はですね、こちらの、はい、誘惑のふりかけ、エビイカ味でですね、これ、大森屋さんとの、今回コラボ動画になります。はい、こちらですね、まあ僕、料理研究家なので、ちょっとレシピ作ってみてっていう感じのコラボなんですけども、まず、味がわからないとですね、どうしようもないので、ちょっとですね、一回食べてみたいと思います。ではですね、炊きたてご飯を用意しましたので、こちらにまずはこの誘惑のふりかけエビイカ味かけて食べてみたいと思います。うん、あ、すげえ、これ見えますかね、これ。あ、天かすめちゃめちゃ入ってますね。具だくさん、ふりかけにしてはかなり具だくさんだと思います。あとこれ、ね、ジッパーになってるから閉じられますよ、これね。これすごいいいですよ。たっぷりかけました。いただいてみます。いただきます。いただきます。うん、うまい。魚介の味がすっごい出てますね。あのエビ、まあ見るからに分かるんですけど、エビがすごいね、あのたっぷり入ってるんですよ。あとはあのマヨネーズの風味がね、すごくあのしますね。これなんだろう、このマヨネーズ、なんか粉末状のマヨネーズかなんかかな、がすごく効いてて、それがあのエビとイカの風味にすごくマッチしてますね。で、あと特徴的なのがこの天かす の, あのザクザク感めっちゃいいですね。だからこれあのふりかけなんですけど、すごく食べてる感があって、ものすごく美味しいです。これはね、あのただただかけるだけでも、めちゃめちゃうまいんですけど、なんですけど、ね、これかけるだけで美味しいですよって言ったら、ちょっと僕あの達成がないので、料理研究家なんで。はい、僕はですね、この、まあ、ただでさえかけるだけで美味しいふりかけをですね、もっともっと、美味しくできるようなレシピを今考えますから、ちょっとカット、 今考えますけど、ちょっとカットして、はい、はい、ということでですね、私整えました。今回ですね、美味しい美味しい誘惑のふりかけエビカジでですね、絶品の海鮮チャーハン作っていきたいと思います。ふりかけでチャーハンってどうなんだろう、まあ、ちょっと見てみればわかりますから、これから作っていきたいと思います。はい、それではですね、材料はこちらです。もう超簡単で、包丁すら入りません。はい、それではやっていきたいと思います。まずですね、ご飯 200g です。こちら温かい状態のですね、耐熱容器に入れております。はい、ここにですね、ごま油ですね、ごま油大さじ1です。ここにね、ふりかけちゃいますね。はい、ざーっと、あとですね、お塩、ちょっと白くて見えないですけど、これ少々です。一つまみぐらいですね。卵、これ溶いた状態にします。ここで溶いちゃいますね。軽く溶くぐらいで結構です。これを、まんべんなくかけます。はい、そしたらこの状態でラップします。はい、これで、電子レンジ 600W 1分半、500だと1分50秒ぐらいですかね、チンします。はい、それではチンが終わりましたので、かけていきたいと思います。こんな感じでね、になります。これをですね、まあ、まず、混ぜまして、こうするとね、もう本当にチャーハン色になっちゃうんですね、これね。それでここで、どこで出てくるんだと思ったかもしれませんが、ここで使います。ふりかけ大さじ2半ですね、2、これぐらい。はい、結構ね、たっぷりめです。ザクザク混ぜていきますね。火も包丁も使わないっていうのがですね、省エネポイントなんで、これこのレシピ。はい、この状態になりましたら、このままでも大丈夫なんですけども、一応形を整えるためにね、チャーハンなのでね、ちょっとチャーハンっぽくしてみたいと思います。丸い器に移していきます。少し押し付けて形を整えて、よっ、おー、いいですね、チャーハンっぽくなりましたね。で、ここにですね、さらに誘惑のふりかけをパラパラと少しね、かけてね、紅生姜ですね、はい、こちらをのせていきます。はい、そうしましたらこちらで、誘惑の海鮮風チャーハン完成になります。はい、それではですね、完成したので、早速食べていきたいと思います。もうね、香りがね、海鮮のいい香りと、あとごま油の香りですね、すごく、漂ってます。じゃあちょっと食べていきたいと思います。このね、紅生姜がね、いいアクセントになるんで、ちょっといただきます。うん、うん、あ、めっ
っちゃうまいですねこれね。やっぱりエビとイカの香りがすごいするので、本当に海鮮チャーハンになってます。この最後にかけた揚げ玉のザクザク感も残っててですね、すごく美味しい、味になってます。これ味付けがですね、塩と塩少しだけとこのふりかけだけなんですね。なんですけどこれ食べてみると分かるんですけども、ものすごいちゃんとチャーハンになってるんですね。包丁も火も使ってないとは、思えない仕上がりになってます。名脇役でね、この紅生姜ね、かなりさっぱりしてすごく美味しいので、これぜひこれ添えていただいて、食べていただいた方が、さっぱりしながらですね、食べられる。めちゃめちゃチャーハンに合いますね。マヨネーズ、粉末のマヨネーズの香りもすごくチャーハンに合ってます。でね、ビールうまいな、これ。このチャーハン、酒も飲めますよ、これ。作り方見ていただいた方は、分かると思うんですけども、ものすごく簡単です。保存容器1個だけで、洗いも済んでしまいますので、ぜひですね、皆さん、試していただきたいなと思います。それですね、今回使用させていただいた大森屋さんの、誘惑のふりかけエビイカ味、はい、こちらですね、概要欄から僕の書いたですねコラムに飛べるようになってますので、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、それではですね、今回の料理美味しそうだなとかですね、作ってみたいなと思った方は、ぜひぜひ、チャンネル登録、および高評価をよろしくお願いいたします。